今日はね、何もしてないです。久々になんか一日何もせずゆったり寝れたよ。あ、フクペグさんありがとうございます。あ、待って、キャンペーン始まってる、もしかして。もしかしてハロウィンキャンペーン始まってる。ハロウィンキャンペーンじゃない、もしかしてさ、もしかして、もしかしてハロウィンキャンペーンじゃないの。ほらハロウィンキャンペーン中です。今30万ポイント達成したい。30万ポイント達成するかな。これなんだっけ、いつまでだっけ。10月31日までだから、まあ大丈夫か。皆さん、あのハロウィン31日までに、あのなんかこのハロウィンの限定のやつなんかあったらください。かわいい、ハロウィンだ、ハロウィン感じるいつもショールームのイベントで季節感じるんだよね。ありがとうございます。こんにちは。あら、データ消えたので、そうなの、それショックだね。なんかさ、やる気なくなるね。もう、まあ、まあもうまたコツコツ楽しんでやるしかないか。こんにちは。皆さん、今日は何もしてないんです。私今リップを急いで塗って、顔ね、何もね、あの真っさらで、なんか本当に何もない、何もない人になっちゃってる。真っさらですぎですよね。あ、ショールーム見にくれて嬉しいです。いつも遅い時間だからね、ごめんね。体調はね大丈夫だけど、すごい今日寝れて幸せ、一着がルメールもう本当にね、昨日ねオンライン来てくれた人とかとは、まあ話した人は話したけど、まあそう、今シーズンはもうルメールやっていう結論。ルメールだ、ルメール、とりあえずルメールなんだよなっていう感じで、ルメールを入れとくと。豚骨クロワッサン、へえ。こんにちは。今日は公演あるのかな。ニヤニヤしながら。昨日はね、その厩務員さんがさ、ソミにいるって言ったんですけど、ルメール切ってからないとね、もう絶対そうなの。アイドルもルメールさん切ったもん。それで、昨日オンライン来た方は来て、そのお馬さんを見せてくれた方は、またその救命さんとは違う方で、その大阪のイベントの時も来てくださった方なんだけど、なんかまあ何和田さんの知り合いの方らしいんだけどそう、ちゃんとオンライン撮って来てくださりまして、ちゃんといきなりお馬さんが出てきてびっくりしたよ。そう、びっくりしちゃいましたよ。すごいよね。
可愛かった。オンラインならでも。お仕事戻ります、頑張って。あ、宮崎D カットしてもよかったね。いや全部そこを使われてたし、最後のなんなら何だっけ、沖さんの挨拶ミスって締め言葉ミスってたやつはちゃんとカットされてた。うん、衣替え、あ、なんかこっちはまだなんかあったかかったですね今日。あ、そう、ホークスの対戦相手が決まります。ちょっとどうなんですかね、2万円プラス、え、いいな、最高、初逆上がり、おお、そうそう、手続きあったんですよね、ありがたい。でもなんだっけ、あ、そう、なんか巨人はどうなんですかね。でもさ、巨人が一応リーグ1位で上がってきてさ、横浜3位だったっけ。でもさ、そこでさ、ひっくり返されたらねー、悔しいよね。でも CS は横浜の方が先に王手取ってたから、それで負けるのも多分悔しいと思うけど、相手のエラーで勝ってる。あ、そうなんだ。うわー、わかんないね、巨人打たんのよ。だってじゃあ逆に巨人勝ってくれた方が良くないですか。もう私はホークス勝ってほしいから。でも巨人との相性は良くない印象はあるけど、今のホークスなら絶対勝てる。うん、巨人打たないんだったら打たない方が、ホークスは投手、なんか投手戦ってわけでもないんで、ホークスはもう打線をつなげてね、まあ、守備とか打線でっていう感じ。まあそんな投手はね、どうだろうね、うん、なんかホークスもうちょっとなんだろう、で今千賀投手いないからさ、そう、千賀投手がメジャーで活躍してるのは嬉しいですがね。うんうん、あ、そう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 、交流戦で相性が 悪いなってイメージあって、そう、巨人が多分3人くらいで勝ち越ししちゃってるんで、巨人がね、それをまあ私も見て、うん、ちょっと、うん、なんかね、なんだ、流れがね、やっぱ良くないかなって思って、そうそうそう、でも巨人ってやっぱ勢いに乗るとね、勝っていくイメージはあるけど、ホークスも負けてない、うん、ホークスの強さは私は信じているよ。まあだからどっちが来ても大丈夫でしょう。お前誰やねん発言。ファンの人ってさ、まあ、なんかどの何、まあ、野球ファンの方って結構熱狂的な方多いから、あなた誰やねんみたいなこと言う方多いよね。まあ次いけるやろとか、まあそんぐらいならいいけど、なんかもう外せみたいな。あなた誰ですかっていうのはあるけど、まあちょっとみんないろんなこと言ってるよね。ということで私もホークスに勝ってほしいので、ホークスどの相手が来てもね、どっちが来ても大丈夫でしょうという気持ちです。うん、2017年以来の対戦、まあでも横浜来てもらってもね、そうそう、なんか私がさ、何
まあ巨人とかベイスターズとかはもともと神奈川いた時はなんか目にする機会が多くて、まあ推しのチームっていうのはあんまりいなかったんですけど、私はなんか見に行くとしたらやっぱそうハマスタとか近かったし、近いっていうか行ける距離だったからハマスタでねベイスターズの試合見たりとかもあったけど、そう東京ドームで巨人の試合見たりとか、そうまあ家族はみんなそんな感じだったんですけど、その当時はでも押してたわけじゃなくても家族に連れられて行ってただけなんで、そうで、そして今ホークスだから、まあ今ね私がねちょっとなんて言うんだろう、なんか意外となんかゆかりのあるチームの3チームが残っている感じで、そう面白いですね。まあでもそんなに会えるベイスターズの選手全然知らないんだよね、全然わかんないんだよね。巨人も阿部選手があのキャッチャーで活躍してた頃見てたからそうだいぶね前かなって思うんだけど、だからさ、まあそうね、私今ホークスの方がもう詳しいのでグッズもいっぱい持ってるしそうそうはどうなんでしょう。激突。なんか近所に家の近所にさアサイーボール売ってるお店をね発見してね、最近まあちょっと前に発見してもうそこにいつも買いに行ってるんだよね。だからなんか常連さんみたいになるのもなるでちょっと恥ずかしいなってちょっと思っちゃうんだけど、うん、なんかちょっと恥ずかしい気持ちもあるけど、まあでももうなんか常連になっちゃってるんで知られる、そうあいつも来る方だって知られる、認知されるまで時間の問題かな。いやもうバレてるからどうだろう、いやいつも来る方やって思われてるか、セブンのやつはなんかちょっと小さいね多分。今日も朝炒めた、朝昼兼業、朝はもちろん起きてないですね、起きれないから寝ててお昼に食べたよ、アサイーボール。私そうめっちゃハマるんですね、だから珍しくね飽きてないんだよね、まだ飽きが来てないんですよね。ちょっと食べたい、大好きなんですアサイーボールがね。味もね結構いろいろ種類あったりして、でもアイリは同じやつ頼んでるけどなんか飽きないけどなんだかね、でも家の近くだからちょっと嬉しいと思って、そうそう、ハロウィン、アイジって夜型だね、うん夜型です。夜にならないとやる気が出ないね。1935ありがとうございます。1935です、皆さんイエーイありがとう、やったね。このハロウィンイベント30万達成したらね、あのチキンの
ギフトカードとスタバのギフトカードと、あ、スタバか分かんないけど、まあスタバかな、ギフトカードとなんかあの星ステラみたいなもらえるんだって。クリスマス用かな、クリスマスに間に合うようにってことかな。チキンだよ。31までに達成できたら嬉しいけど。キーホルダーね、もう手に入らないんですか。ネット販売がね、11月1日から始まるんだって。そうだから大丈夫です。あ、大丈夫、待っていてくれたらありがたい。11月1日、クリスマスチキン、うん、11月1日からネット販売開始らしいです。なのでちょっとお待ちください。待っていてね。ドゥルドゥルドゥルルン、5時になったら終わろう、終わろう。現地販売完売、そうで、キーホルダーはね完売したけど、ちょっと T シャツの方は売り切れるのかがちょっと心配ですね。売り切ることができるのか、もうそうなんですよね、ちょっと心配ですが、まあ皆さん買ってくれることを信じております。そう、すごいラフな T シャツなので、本当にそうこだわってデザインしたからね、可愛いので、そうなんかあんまりいつもは目立つ T シャツ作ってたんですけど、逆に目立たないような T シャツもファンの方には一個持ってってほしいなって。目立たないというか、なんて言うんだろう、なんか無難な普通の村民 T、 なんか本当に派手な村民 T じゃなくて、なんか控えめな村民 T もなんか普通に日常生活で使えるかなって思って。そう、まあね、どっちもあったらいいじゃん、だからあの使ってほしいなと思って、そう、ぜひよろしくお願いします。あ、仕事戻る、ファイティン。そう、企業案件だからぜひね、みんなにゲットしてもらえたらね、売り切ることができたら嬉しいなと思っております。そうではランキング読みます。13位コウエさん、12位ベーコンさん、11位キムケイさん、10位ひろゆきさん、9位、双眼鏡さん、8位ウマさん、7位お関西のおっさん、6位雑巾さん、5位フジピーさん、4位おにぎりさん、3位まっちゃん、2位フォークペグさん、1位タータンさん、ありがとう。あ、生写真が6時までだって、みんな、普通に博多駅周辺近辺歩いてました。あ、嬉しいね。みんな生写真なんと6時までです。みんないろいろグッズ多いけどすみません、お願いします、よろしくお願いします。愛知グッズよろしくね。では、あ、購入済み、ありがとう。ではまたね、バイバイ、じゃあね、バイバイ。明日ちょっとお知らせあるかも、明日お知らせあり。